今シーズンの年間女王争いは完全にこの2人に絞られています。圧倒的優位に立っているのが竹田麗央なんですが、まだ一縷の望みがある山下美夢有、少なくとも今週3位以内が絶対条件ですが、その山下は好発進。今日3番左のね、高いエリアに切られていた、はい、しっかりその面を捉えてのバーディーでした。最初のパー5しっかりものにしました山下です。で続く4番、この距離のバーディーパット決めました。素晴らしい流れで、ね、はい、序盤スタートしていきました。5番のパー5、竹田麗央のこのセカンドショットをご覧いただきましょう。いいショットも素晴らしかった。そして右手前のピン、ここにつけてくる ね、 ね、素晴らしいショットでした。完全なイーグルチャンス。このイーグルを物にしていればまたその後の流れも変わったのかもしれませんが、残念ながらバーディー止まり、はい、そこからちょっと流れが悪くなりました。6番のパーパットです。短いホールだったんですね、はい、左に行って木の根元を出すだけですね、はい、そこからの、まあ、結果的にはボギー、外してのボギー、はい、さらに7番でもボギーがあって迎えた8番のパー4、これ今ダブルボギーパット、ダブルボギーになりそうなところをボギーパットでなんとかこらえたということでした。そして山下は1番打ち上げのセカンドショットですね。9番ボギーがあったんですが、迎えた11番、このバーディーチャンスにつけましたが、これね、反対側からね、先に打った選手の切れ具合はね、ちょっと強烈だったですから ね、 ね、それを参考にしすぎまし た、 れしまましたが、これが全く同じ方向から、別の組なんですよね後ろの組なんですけど、竹田選手も決まりませんでした。14番のパー4です。短いパー4ですね。今日ピンが手前、素晴らしいショットでしたね。4番ホール以来のバーディーがこの14番で出ました。前のパー5でも取れずで、下がここでしっかりと取って、はい、そのいい流れの中で迎えた15番のパー5、ここも取りました。これで3アンダーまで持ってきました山下。そして17番なんですが、これバンカーからここへ持ってきての、はい、うん、パーパットが決まらず、最終18番、左に行きそうで行かずバーディーはなりませんでした。で最後はこれパーパット、結局4オーバーということで竹田麗央は初日を終えました。